己の道を行くだけだ。皆が笑えるよう作るさ。己の道を行くだけだ。皆が笑えるよう作るさ。このままでは織田家が猿に乗っ取られる。家康、その力を世のために使うがよい。承知つかまつった。力を尽くしましょう。よくぞ申した。頼みとするぞ。信長公の次男とはいえ、いささか頼むに足らぬ方と見えますが、織田の復権のために戦うわけではない。我が大望のため、秀吉殿は避けては通れぬ相手。御意。甲斐信濃があらかた片付いた今が好機であろう。無論たやすく勝てる相手ではなかろうがな。織田の残党を担ぎ上げ、秀吉様に逆らうなど、徳川家康とは身の程知らずですな。家康殿にも天下にかける思いがあるじゃろう。どっちも譲れんのならぶつかるしかない。家康殿は名打ての戦上手。こりゃ心してかからんといかんぞ。はっ。秀吉様の天下、何者にも阻ませはいたしません。家康殿は小牧山をがっちり固めとる。別動隊で敵の後方を脅かして揺さぶるか。そのために三河へ攻め入るのですね。その指揮お任せくだされ。秀次様の補佐は私にお任せろ。夜明けまでが勝負。急ぎましょう。別動隊を蹴取られちゃならん。敵の正面で暴れて目をそらすんじゃ。小畑城で家康を見たって兵が噂してるぞ。あの野郎、小牧山にいるんじゃねえのか。家康がわざわざ自ら最前線に出るか。何か狙いがあると見るべきだな。清正たちがうまくやってくれればよいか。清正だけなら心配いらんだ。バカがついているのが問題だ。敵の守りが固い。強行に進めば蹴取られる。味方が注意を引いてくれればよいのだ。急げ。家康なんかいねえじゃねえか。
タヌキでも見間違えたか。誤りであればよいが、すでに移動した後だとするなら。様の策だ。わかんねえ。あ、川に入ったら思いっきり暴れてやる。敵将撃ち取ったな。天下取りじゃ。敵だと。急ぎ救援に向かうぞ。解剖。もっと敵の注意を引きつけるんじゃ。解剖。敵が続々と小畑城に集まってくるぜ。秀吉の狙い通りだ。武具は退却には不向きかと。敵将撃ち取ったな。逃げ詰め、いらない武具は捨てるんだよ。命より大事なものなんてないでしょ。少し心もとないが、これなら早く走れる。なんて逃げ足の速い大将だ。奇襲に感づき備えをしていたか。なら家康の本体も間もなく現れよう。秀吉様を手玉に取ったというのか。徳川家康、見るなる相手だ。我が羽柴秀次、三河に生かしては返さん。忠勝の足止めか。功はでかいだろうが、なかなか難儀だ。秀次を逃すな。一気に畳みかけよ。
はい、まずは秀次の撤退を済ませてから反撃じゃ。徳川の陣に忍びを放せ。浜松城が落ちたと噂を流すのだ。情けなし、敵の技法に踊らされるとは。ありがたい、これで少しは守りやすくなる。作戦に失敗し、目を前に逃げ帰るなどと。かくなる俺は、差し違えても家康の首を。それで終わりだ。スネオキ、バカな、死ぬ気か。そのだけにお任せしてよろしいのですか、家康様。俺も。お主の出番は今少し後よ。今は忠勝に任せておけばよい。まず秀次を三河から追い払う。秀吉殿との決着はそれからじゃ。いかんぞ常置、償いを望むなら生きてわしに尽くしてくれ。心得違いでござった。秀次様を必ずお守りし、退却いたします。出ろ。よく頑張ったね、秀次。えらいえらい。秀次を取り逃がすとは、忠勝も情けない。みな、半蔵、手助けに向かうがよい。それは、はい、承知いたしました。開門。山が動いたな。この機会を逃してないぞ。敵の攻勢を好機と見抜く計画はさすが。こうでなくては家康とは戦えないのだろうか。いかん、信勝様を狙われた。全軍突撃、敵を小牧山に向かわせるな。承知いたしました。最善の尽くし、秀吉を討ち取ってまいります。
し訳ございません。信勝様を下せば家康殿の大義名分はなくなる。家康殿に一泡吹かせちゃるで。気違い、この猿信勝様に御恩はあっても恨みはござらぬぞ。おう無論よとて同じこと。猿、いや秀吉殿、和睦といたそうぞ。この辺で手打ちといかんか、家康殿。天下太平のためわしに力を貸してほしいんじゃ。秀吉殿の手で太平はならぬと見定めれば再び敵となるやもしれませんぞ。礼な。もちろんじゃ。わしが道を誤るようなことがあったら遠慮なく正してくれて、むしろ頼む。秀吉様。わかり申した。天下太平のため力を尽くしまする。そうか、それは心強い。
いやー、ありがたいことじゃ。徳川家康、そこの知れぬ男だ。こやつが本心から秀吉様に従うことがあろうか。